南海グループカードみなピタは、南海電気鉄道が発行しているPiTaPa対応の2枚セットの IC カードである。単にみなピタカードやみなピタと呼ばれていることが多いが、ナッツ内の南海ニュースと HP のプレスリリース上では、南海グループカードみなピタと正式名で表記されている。以下、みなピタと表記する。本利用開始は2006年7月1日。ロゴは、みなピタの文字と後述のminamoと同色の丸を採用している。キャッチフレーズは、南で買うPiTaPaで乗る=、みなピタと、南で買う、乗る=、得する。泉北高速鉄道の各駅にも、同カードの発行手続き用紙を設置している。姉妹カードとして、眼区クラブカードがある。みなピタは、クレジットカードとPiTaPaカードの2枚セットで発行される。なお、みなピタクレジットカードのみの発行は受け付けているが、みなピタPiTaPaカードのみの発行は受け付けていない。クレジットカードの方には、なんばパークスが発行しているパークスカードも付加されており、なんばパークスで買い物をするとパークスポイントも貯まる。みなピタクレジットカードは、ビザブランドが三井住友カード、JCB ブランドがアプラスと南海電気鉄道が提携して発行する。アプラスは南海電鉄資本のショッピングセンター、なんばシティとの提携カード、シティカードを発行していたが、みなピタカードとして新しくなった。2009年3月3日より、なんばシティとなんばパークスの計500店において、みなピタを含めたPiTaPaと NTT ドコモの iD の利用が可能となった。これは関西の商業施設において、PiTaPaとiD が導入された店舗数、規模で最大のものということである。みなピタポイントは以下の6種類がある。上記の方法で貯まったみなピタポイントは400ポイントで特急券引換券に1000ポイントで1000円相当のギフト券に交換できる。みなピタラッピング編成みなピタのイメージキャラクターにはモノ仲間であるミナモがいる。ミナモは8匹で色が違う。会話では語尾に必ず、もがくっつく。みなピタのロゴと同色のためみなピタもみなもの仲間と思っていたが、8匹揃って、今は違う、と言っている。また、とても知りたいことがあると、いろいろなところに張り付くようである。そのみなもラッピング編成は1000系のうちに編成が走っている。外観は、みなもだらけのフルラッピング車両で、車両ごとに色が違う。デビュー当時は、みなピタの宣伝しかなかったが、現在は様々な広告が設置されている。みなもはそれ以外にも、みなピタの PR の一つである4コマ漫画に、波と一緒に出現。また、みなピタのパンフレットでは、ところどころで喋っている。好きなことは、みなピタを持って、南を散歩することだが、あまり使い方がよくわからないのか。みんなと一緒にみなピタの使い方を勉強したがっている。みなピタは造語であるが、ミーナは南、ピタはPiTaPaの意味があり、これら全体の意味で、南のPiTaPaの意味が込められているが、みんなにぴったりというダジャレ的意味もある。ありがとうございます。